ゃあそんな経験したらあのプロで西崎さんと2人でぶち切れたのは何でもなかったですね。じゃああれは契約更改でしたよね。あれはでも実際あのみんなで決めてたの合流するのっていうかもう全然そのあんまりみんな毎年上がらないからそうなんだよってこれ結託しなきゃダメじゃねえかっていうことだったんですね。それでまあたまたま映ったのがまあ俺がリリーフだったし、はい、向こうはエースだったし、うん、だからテレビに西崎さんって武さんの1個上でしたっけ。1個上そうっすよね。全然トレンドじゃトレンディじゃないですもんね。あのこう人間性は全然そんなことないでしょあまあ、ちょっと危ないじゃないですかあの人も。あのそうかな、何やから名前みたいなとこあるじゃないですか。でもあんまりそういう感じじゃないんだけど俺の中で。いやいやいや、そのトレンディートレンディ西崎とかっていう感じじゃないですよね本当の西崎さん。僕はそうそうそうにもう武田さんもそうですけど俺はトレンディじゃないけどトレンディじゃないけどそのまあ東京っぽくないですもんね。だからそのなんかそのシティーボーイじゃないですよね。そのなんかガラッパチの方ですよね。 あれじゃあみんなで結託してそれで、ね、柴田さんが3位しちゃったんだよ。柴田さんも入ってたんですね。そうよ柴田さんもともとライオンズじゃなかったんですっけ。ライオンズよ、うちから行ったんですもんね。そうそうそう、そんなのにいやそれなのに3位柴田さん3位しちゃったよみたいな。いやだからもう全然本当に上がらない時期で、しかもリリーフなんかもう評価されてなかったでしたよね。40試合で90人ぐらい投げんだからさ、リリーフすごいっすよね。1イニングじゃないですもんね今だから毎日2、3イニングまたぎとか言葉なかったですよね。ないないない、当たり前でしたもん、ね、最初からだって酒井と柴田さんの時に7回から行くんだからさでもまあそれでもあんまり評価今みたいな評価じゃなかったわけ。リリーフの評価が本当に低かったから、だからもうここはみたいな感じで、でみんなで話してたのに、話したのに柴田さん何しちゃうしそれ柴田さん頭の方に行ったんですか。頭の方に行ったの。おお、何しちゃったよ。でもそんな感じ。それでまあまあでも本当にあの契約更改の時は金額言われてちょっとふざけてるなと思ったわけ。あ、もう本気で思ったんですね。本気で思った額が。いやもうなんだありえないで、まあまあそのそうですよね、リリーフね大変ですもんね。まあ、ぶっちゃけた話、本当に全然、何みたいな金額、はあ、で、もう帰りますって言って立ったの、帰りますって、はい、もうちょっともう話にならないと。話にならないんです、すいません。まあ、大体でいいんで、それ自分、その時いくらもらってて、どのぐらいアップと思って行って。いや、もう3000万ぐらいだったのかな、給料。その子3000万しかもらってなかったんですか。もらってなかった。スマイルの年がだから、10勝5敗、13セーブかなんか、ね、ああ。そういう数字になるのもおかしいですよね。10勝5敗13セーブってどんだけ投げたっていうことじゃないですか、ね、同点でガンガンいくからね。ね、うん、あまあ3000万ぐらいになって、うん、でまあまあ下手すら倍増ぐらい、倍増ぐらいもらわなきゃなみたいなとは思いますよ ね。もうちょっといってもいいぐらいですよね。そしたらね1000万ぐらいアップだったの次の年それはで帰りますって言ったの。それは怒りますね。で帰りますって言って、うん、ドアの方に行ったら、はあ、ちょっと待ってって言われて、はあ、そこでそのね、あと500万あげるって言われたの。ちょっと待って。いやいや、あと500万あれするからみたいな感じで言われて、それで俺がまたカチーンと来たわけよ。そんな最初からその金額言ってくれよ。思わない。しかも刻んでね。その駆け引きしないでくれみたいな。で2年やったら上げてやるって言われてたわけ。その前の、あ、そのもう言われてたのに、うん、やったのに。そう、それ怒りますね。それで怒ったのよ。でもあれが西崎さんが先ですか、あれ会見で怒ったの。どっちが先か覚えてない、全然覚えてない。それ同じような怒りでした。俺の方が先かな、西崎さんかな、どっちか本当覚えてない。なんかもう本当なんかあれそういう違う事務所みたいな、やめるみたいな、あらみたいな感じだよ。あれ態度悪いよね、めちゃくちゃ悪いねえ。まあでもあれで覚えてもらってる人もいるからまあ別にそれはそれでいいなと。本気で怒ってたんすね、あれ。あれ怒ってたよ、もう本当にふざけんなと思った。それは怒りますね。でも怒るでしょ、怒る。いやだからもう最初からそのだったらいいわけよ。別に怒んなかったわけ、多分それも足りてないけどね、うん、自分が思ってるより足りてないけど、まあまあこう渋いなって思うぐらいの感じになるじゃない、はい、それが駆け引きするからさ、カチーンきたわけ。向こうはそれにさ、もうあと500万2000万ぐらいあったんだろうけど、ちょっとずつでっていうのも、まあ、そんな感じだよ、ね、どうせならね、うん、もう2000って言って、そこそこ納得する値段ならいいじゃないですかねって思わなかったんでしょうね。来年頑張るでまたそうしたらやってくださいって、あげてくださいっていう話で終わるじゃない。そうですよね、基本そこまでぐらいまでいくと税金払ったらそんな変わんないわけだから。そうですよね。
だからそれは分かってたから、その最初の金額とにかく気にならなかった。ちょっと今じゃありえないもんね。ありえないですよね。武田さん入った頃は日本ハムはもう球がほとんど使ってなかったんじゃないですか。使ってたよ。まだ使ってました。球がでも寮にいたもん。球が武蔵小杉越えたとこでしたっけ。いたよ。だよ、轟木スタジアムの前ね。そのうちあのあっちの行ったんですよね。試合でしょ。試合は相模原やった。相模原ライトにバンバン風と、あ、なんかファームでいましたよね、ちょこっと。だから日ハムの最後の年。そうっすよね。いや、入団した時もちょっと下にいなかったでしょ。いたいたいた。5月の連休までいた。そうっすよね、ちょこっと。そこから上がったんだけど。あの頃から来ましたもんね。あれはすっぽ抜けてたんだよ。いや、見てますもん。え、ちょっと待って。なんだあれ、変なのあいつやったな。どこなんだったの。そんな感じだった。明治らしいぞ。明治やべえな、みたいな。やべえの来たと思って。でもそんな感じなの。やっぱ明治ってそういう風に見られる感じ。見られて、もともと見てんのにそういう投球するからっすよ。ファームでもしてた。してましたよ。え、そう。うん、これな、来てた。インコース行ってきてましたよ。本当。ああ、俺ね、全然そういうイメージ自分ではないんだよね。いや、あとその一軍行ってもボールを変えない、キャッチャーがワンバンで取ったら普通すぐ変えない、変えな変えなみたいなのやってましたよ。そうよ、変えない変えない。なんでボールが変化するから。そうだよ。俺ドラゴンズ行った時にあの FA で行ったじゃん、はい、で投げてるでしょ。ファールバージョン戻ってって打つじゃん。でたけしが、山崎がね、で変えようとするわけ。たけし変えんなよ、よせよせって言っていつもそのまま投げてた。あれファールとかやったら変形してますもんね。してるよ。あのが曲がる、そう、どっち曲がるか分かんないから自分も。だからその滑るのが俺嫌じゃなかったから。嫌いじゃなかった。嫌いじゃない。アメリカのボールでも全然そんな嫌じゃないわけよ。だからさーってついてるじゃん、後が、はい、あの辺にこうかけて投げるとシャッキャッチャーも取れないもんね。変な曲がり方どっちか分かんないんだからさ。でみんなほらなんか綺麗に投げたい。そうですね、俺らそういうのアメリカンチックで、そういうのないからさ、いかにこう汚いボール。そうそうそう、バーンっていい音なんかさしたら気分悪い感じですもんね。こねくりますみたいな。そうですよね。で、まあ、でハムは何年いたんですか。日本ハムは8年。8年もいたんですか、うん、その事件も起こしながらの。えっ、きれいぶち切れた時から、まあ、まだ 2,3 年放ったわけですもんね。うん、うん、違う違う。ああ、そのあれはだって25ぐらいだから。入ってもじゃあ 3年目ぐらいでやっちゃったんですか。あれ4年目だ。だから25、6だろ。いないですよね、4年目ぐらい。大学出ても4年目ぐらいであの態度をして公益契約校がいないです。そうなの。あのそうなの、はい、今はさ、そういう新人研修とかもあるでしょ、はい、そのマニュアルみたいな、じゃインタビューの答えの、はい、そんなのないじゃん。ないですよね。でしかも俺大学の時はマスコミにいじめられてたから、やっぱりちょっとそういう。ただちょっといいですか先輩、うん、いじめられる原因を作りましたよね。なんでなんで。だって行かなかったですからね。グランドへ辞めたって行かない人いないじゃないですか。いや、やめたんだよ。心の中でもやめたんだ。やめたんですけど、うん、まあ、だからいじめられるからネタを提供しちゃったんですもんね。格好のない時期じゃないですか。いないですから、歴史的に。そうなの。はい。2種もやったんですよ、あいつ。あ、そうなの。はい。いないことをやられて、でもまあメディアに対してまあね、純粋な気持ちもあるから、なんだこいつらぐらい思ってたんで、うん、だから書くなら書けよ、みたいになっちゃったんですか。うんうん。で、先輩がいてさ、大学の野球部の。どこに。新聞社です。はい。その人となんかその、その日に一緒に飲み行ったんだよね。飯食いに行ったんだ。警告会の後ですか。違う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 、その大学の時ね。大学の時ね、いろいろやったから、ね、いろいろ。そうそう。で次の日一面だった。もうあんま書かないでくださいみたいな言ってたんだけど、一面だった。なってます、ね、裏一面。すごいですよね。そう、そこからもうそういう、まあまあレッテル貼られてるんで。だからもう契約更改、もうその保留なんてほとんどしてないのよ。そう、15年やってんだけど実際は、うん、あの時ぐらいなんですか。そう、あの時はもう本当に怒った。でも印象強いことやりますもんね。そうなんだよね。派手ですよね。そう、また面白いですもん、今見ても。あの呆れ方、うちの親がなんかげっそりするのね。だからそうですよね。もうあんた、こんな子じゃないんだけど、ね、あんたやめなさいみたいな、そんな感じ。だからどうしても何やってもそういう目で 見られますよね。そうだね、僕らにも。でもさ、でもさ、試合しててそんなに言ってた。俺なんかみんな来るイメージだらしいんだけど。いやいや、言ってましたよ。言ってなきゃ抜けるような投げ方じゃないですもん。あ、そうなの。はい、こっから放っても僕、例えば鈴木てっちゃんとかみたいにバーン抜けるような球じゃないのに行くってことはもう狙ってるんだっていう、うん、違う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 。いや本当にあのみんなこう踏み込んでくるから当たるだろうな。そんなことはないですね。いや違う違う、スライダーみんな待つから踏み込んでくるから、たまにスライダー待たないですよね。待たない。あの速い球に合わせますよね。
武田さんの場合は、はい、あのリリーフの時とか、そうそうそう、まあ、それ早玉行って、スライダーとなんとか対応するっていう感じだと思いますよ、みんな。だからこうあと当てに行かなきゃ当たらないんですよ。なるほど。しかも抑えやってるのにぶつけるとおかしいじゃないですか、ランナー出しちゃうわけだからだからフォアボールいらないんだろう、1球で済ましてランナー出して潰れるんだろうなみたいな。あのね、気持ち的にはそういうのあるよ。ですよね。だからもう、まあ、勝負避けたい時とかはそのまあ変な話インコース当てるつもりないよ、ああ当てるつもりないけど、インコースはやっぱり厳しいとこ行っちゃって、次の打席のためにも、そうですね、ボールで投げるんでもインコース行くじゃない。確かにリード的にそうじゃない。そうですね。そうするとでも通常ノースリーになったら外で外してボールにするケースが多いんですけど、うん、インサイドで外しちゃまずいと思うんですよ。やれすっぽ抜けてんだよ絶対なことないですよねあれすっぽ抜けてる、多分。だからパリーグのままセリーグ行ってくれて楽しみでしたからね、セリーグ行った時は、うん、最初中日でしたっけ、そう星野さんとこ、うん、なんかあれもなんか発言してたような気がする。やれフリーエージェント、フリーエージェント、なんか星野さんとこでやりたいみたいなこと。いやいや違うよ、全然違う違う。いや俺トレード本当は中日だったんだよ、あの時大変じゃなかったんだよ。あ、そうっすか。トレード決まったって千さんから電話もらって、はい、今だから言うけど、